待っていたぞ父さん。中佐もアルフィン殿下。ティーター、無事か。リーンさん、皆さんもやっとやっと会えた。本当にお久しぶりです。ご心配をおかけしました。私たちは平気です。アガットさんは見ての通りだったの。元気そうで何よりだぜ。感謝します。将軍、中佐も二人を丁重に扱っていただいて。何、皇族に留学生ならば礼を尽くすのは当然のことだ。窮屈な思いをさせたのは間違いないだろうがな。公爵のおじさんとずっと一緒よりはマシなような。なるほど、それは確かに。さすがにバラット公が不憫になってくるんだが。改めてよくぞ来た。七組リベールの遊撃士も屈強なる第四の師団兵たちを超え無事ここまでたどり着けるとはな。特にエリオット、可愛かったお前のたくましい成長、父としてこれほど嬉しいことはない。後輩たちの前で可愛いとかやめてほしいな。乗り越えるよ、どんな壁でも。僕たち自身が決めたことだから。そうか。かつての戦術教官としても以前からの知り合いとしても嬉しい限りだ。シュバルツァー、ミュラーの弟も迷いを断ち切りつつあるようだな。ええ、多くの人たちが支えてくれたおかげです。その思いに応えるためにもここであなたたちを超えてみせます。兄上の盟友にして戦友、攻撃のナイトハルト中佐、未だ未熟な剣ではありますが届かせてもらいます。クルト君、そうだね、全力でサポートします。上出来だぜ。皆さん、アガットさんも。見よナイトハルト、あれが獅子神皇帝から脈々と受け継がれてきたものだろう。ええ、新たな七組にも確かに。ならばこちらも全力で応えるべきでしょう。これが最後の試練だ。今こそ確かめさせてもらうぞ。絶望と破滅に向かいつつある帝国にお主らが示す力と意志を。わかりました、行くぞエリオット。七組として、トールズとして。うん、奏でてみせる僕たちだけの調べを。リベールにとってもお隣さんだ。問答無用で助太刀させてもらうぜ。この国を影から見守ってきた魔女として。まだまだやり残したこともあるしな。来るがいい、我が息子に若き獅子たちよ。こちらも全力で受け止めさせてもらう。はっ、姉、マイル、アークス駆動。やっ、よーし、時の結界を砕けて。およ、そこだ、ジャリ、俺の番だな。行くぞ、行くぞ、突撃陣、烈火、マイル、セイ、私の番ですね。突撃陣、烈火、私の番ですね。光よ、
信徒を滅却、我が太刀は無。見えた。驚くほど成長したものだ。こんなものではないぞ。行くわよ。時の結界を砕けて。私の番ですね。すみません、お願いします。任せろ。ぶちかまっと、クリムゾンブレイク。よし、チャンスだ。いただき、こいつでしまいにしようぜ。相手が悪かったな。よし、やったわ。やり、まだまだこれか。各種ステータス。いや。なんとか届いたみたいだな。想像以上だ。まさかここまでやるようになったとはな。
ああ、我々の乾杯だろう。新七組も遊撃士も含め、揺るぎなき力と意志を見せてもらった。父さん。リンさん、アガタさん、ティータ。やれやれ、心配させやがった。ハガットさんに言われたくないです。いつもいつも無茶ばっかりして、軍の要塞にまで乗り込んでくるなんて。ハガットさんにもしものことがあったら、私無理くらいさせろや。別に一人で来たわけでもねえし、何があってもお前は守る。じいさんたちとの約束でもあるしな。いや、それだけじゃねえか。俺にとってもお前は。アガットさん？アルフィン殿下、遅くなってすみませんでした。いえ、いえ、そんなことおっしゃらないでください。リーンさんが生きていてくださっただけでも、私、お体は大丈夫なんですか？以前何かを感じましたけど。俺のことは心配には及びません。殿下の周りで起きたことを思えば、比べるべくもないでしょう。大変でしたね、本当に。なのに気丈に頑張っていらしたようだ。誇りに思います。妹の親友として、帝国民として、もちろん俺個人としても。リンさん、もう本当にあなたという人はいつも人のことばかりで、でも雰囲気が変わってもやっぱりリンさんはリンさんですね。こっちの顔が熱くなるっていうか、二人の世界かける2でオーバーフローしてる感じです。見せつけてくれるね。でも本当によかった。エリオット、本当にたくましく成長してくれた。よもやこんなに早くこの父を超える日が来ようとはな。超えただなんて、そんなこと少しも思っちゃいないよ。でも成長できたのはリーンたちと父さんのおかげかな。だって今の僕の足場を作ったのは間違いなくトールズだろうから。いろいろあったけど、士官学院に入れてくれた父さんには感謝してる、今も。エリオット、坊ちゃん。大きくなりましたね。うん、母さんも女神のもとでさぞ喜んでいるであろうな。どうやら終わったみたいね。